なんか僕も16、17ぐらいの時に建築やってたんですけど、やっぱおじさんになってめっちゃ怒られてる人っているんですよ、現場だと。その60歳だけど、まあ、働き口がないから俺ここでやってんだよみたいな。で20代の男の子にブチ切れられながら物運ばされてるみたいな、結構ある現場なんですよね。でそういうの見てて、うわなんかきついなっていうのがあった時に、ガラスで僕が髪直してたら、ガラスの向こう側にその怒られてたおじさんが映り込んできて、で白い鼻毛が出て歯がなくてしけもくすってたんですよ。それが未来の自分に見えてやめたんですよふわって出てきたんですよ。でもこの世界に入ってくると10年後の自分って想像できなくて、ただ10年後俺がクロちゃんになってるわけないと思う。今芸歴10年で芸歴20年やってる、多分クロちゃんになることってないじゃないですか。でどこまで行ってもどんな失敗してもどんな成功しても俺でしかないっていうか、なんかそういうの意外と居心地がいいですね。